ご連絡します。出場分団の順番につきましてご連絡申し上げます。1番目下口分団、2番とつぼ分団、3番与野分団、4番上尾口分団、5番中尾口分団、6番秋田分団、7番小ギター分団、8番お屋敷分団、9番トヨタ分団、以上の順番となりますのでよろしくお願いいたします。開式の言葉、ただいまから第36回大口町消防団小型ポンプ操法大会を開始します。優勝杯返還、前回優勝の小ギター分団から優勝杯を返還します。大会長挨拶。
はい、皆さんおはようございます。今日は東京よりお集まりをいただきまして、総合大会ということで今日の練習の成果を見せていただき、そして、まあ、各人材に関しては、それぞれの地区の安全安心を守るために日夜練習に励んでいる皆さんの中の、活動を拝見させていただく素晴らしい場を設けていただきました。昨日のあのすごい雨と比べ、今日は本当に暑い日であります。ぜひあの会場の方には十分お気をつけいただいて、素晴らしい演技を見せていただきますことをお願いするものであります。そしてあの総合職員の皆さん方におかれましては、休みの日ということもありますが、今日は審査員等にご協力いただきまして、心から感謝申し上げる次第であります。ありがとうございます。日頃から、この部長、まだ先週も火事がありました。なんとなく、火を見ますと、思うことがあります。今まで皆さん方に我々がお願いをしてきたものは、町民の安心安全、そして防災、そして災害に対する備え、そしてまたその時に皆さん方のお力をお借りするということを念頭に今までお願いをしてまいりましたが、まあ2月のウクライナとロシアの戦争の中で、やはりもう一つ今まで太平洋戦争が進んで77年間の間、我々が忘れていた本当に大きなことをもう一度皆さんと真剣に考えなければならない時が来たのかなということを最近思っております。何かと申しますと、ウクライナのロシアがウクライナに大砲ロケット弾を撃ち込んだ時に、その建物の消火をしているのが消防士の皆さん、消防団の皆さんか、その方たちがいなければその地域に住む、その建物に住む人たちの命を守ることができないという国の相方によって、いつどこでということが言えない状態になっている。本当に平和なこの大口省でありますが、日本からというよりも世界から見ますと、小牧空港があって、相模原空港がある、その真ん中にある。何が申し上げたいかお分かりいただけると思います。その地域っていうのはウクライナの中にあるものを考えていただけると、どういう状態になっていくか分からないというようなことが想定される場面もあります。その時に皆さん方のお力がなければ、そこに住む町民の皆さん方の命を、そして財産を守ることができない、そういう新たな目標というのができてきつつあるのではないのかなということを考えています。ぜひ何かの時に皆さん方の力をなくしてできない、そして皆さん方が日々練習訓練をされる中で得たものをまた何かの時に出していただけるような、そんな活動をしていただけることを心からお願いを申し上げ、本来ですと今日は町会議員の皆さんはじめ皆さん方にも皆さんの演技を見ていただくという場面を作るべきだったかもしれませんが、大口町昨日も4名の方がコロナに感染をされています。まあそんなこともあって無観客ということになりますが、無観客だからこそ皆さん方の本当に力を思いっきり出していただいて、素晴らしい演技を見せていただく、そして日頃の
訓練の成果をお互いに話し合い、また素晴らしい演技になりますことを心からお願いを申し上げ、ご挨拶に返させていただきます。今日は頑張ってください。よろしくお願いします。気をつけ、後ろ、つかむ、あれ、つかむ、後ろ、つかむ、あれ、つかむ。はい、ありがとうございました。おはようございます。本日は第36回大小小型ポンプ操法大会総称よりご参集くださいまして本当にありがとうございます。また先ほど町長からもお礼の言葉がありましたけれども、消防職員の皆様方、熱い指導誠にありがとうございました。団員の皆さんに関しましては、今日ですね、日頃の訓練の結果を遺憾なく発揮され、実力をですね、出し切っていただきたいと思います。それと、本来なら、今年は愛知県総合大会の、大口町の出番でありました。非常に残念ではありますけども、大会は辞退ということで、本会に挑んでるわけですけども、決して、消防団活動を忘れておるわけではありません。本日の訓練を糧としまして、ますます、来年再来年、さらにはその後もですね、大口町消防団ここにありというところを県の方でまた皆さんのお力を持って見せてくだされば幸いと思います。最後まで怪我のないようによろしくお願いします。終わり。一部改正に基づく小型ポンプ操法実施要領によります。1、審査については総合得点審査、各隊員の行動審査、時計審査とします。なお、各項目の審査方法については大口町消防団小型ポンプ操法大会審査方法に基づき公平公正に審査を行います。1、各表彰については得点が同点の場合、タイムの速い分断および満員を上位とします。1、危険な行為もしくは危険と判断したときは双方を中断させることがあります。1、本大会の審査にかかる安定等については異議申し立ては認めません。以上、安全には十分配慮し、怪我のないよう日頃の訓練成果を遺憾なく発揮してください。以上、気をつけ、後ろ、スタート、出場団員代表先生。会場、
順位はあらかじめ研究により設定されています。1番下口分団、2番小須保分団、3番与野分団、4番上尾口分団、5番中尾口分団、6番秋田分団、7番小北分団、8番大屋敷分団、9番豊田分団、以上の順番になります。なお豊田分団におきましては、出場選手に欠員が生じたため、代理選手が競技を行います。代理選手を入れた分団の記録は参考記録となり、順位対象外となりますので、あらかじめご了承ください。紹介します。記者鈴木雄大君、1番員田中義明君、2番員坂井仁志君、3番員渡辺大輔君。
下吹分団のタイムは 56.08 秒です。与野分団の選手を紹介します。記者太一秀信君、1番員水谷秀文君、2番員長谷川剛君、3番員水野智之君。よし、お疲れ。
間ロボットボックスの方を終了しました。選手を紹介します。記者坂井清志君、1番員早松博樹君、2番員足立則人君、3番員宮城智彦君。
3番員、高木和重君。Thank you.
秋田軍団、ただいまから小型ポンプ走法を開始します。Thank you.
61.1 秒です。田俊信君、2番員水野幸太君、3番員岡川翔太君。
67.0秒です。選手を紹介します。指揮者沢木達也君、1番員三輪義則君、2番員宮城純一君、3番員三輪敦史君。
大変長らくお待たせいたしました。これより成績発表を行います。町長表彰下口分団、団長表彰与野分団、消防庁表彰秋田分団、続きまして最優秀指揮者、最優秀番員および最優秀新人賞の発表を行います。最優秀指揮者下口分団鈴木雄大君、最優秀一番員小北分団堀田俊信君、最優秀二番員与野分団長谷川剛君、最優秀三番員下内分団渡辺大輔君、最優秀新人賞小北分団水野幸太君。以上です。これより表彰を行います。はじめに町長表彰を行います。名前を呼ばれた分団は2名前に出てください。下口分団、優秀な成績を収められましたので、これを表します。令和4年6月12日小口町長選挙の続いて最優秀指揮者、最優秀番員および最優秀新人賞の表彰を行います。受賞者は前に整列してください。最優秀指揮者下口分団鈴木雄大君、最優秀一番員小北分団堀田俊信君、最優秀二番員与野分団長谷川剛君、最優秀三番員下口分団渡辺大輔君、最優秀新人賞小北分団水野幸太君、表彰最優秀指揮者大口町消防団鈴木雄大様、あなたは第36回大口町消防団小型ポンプ操法大会において日頃の練習の成果を遺憾なく発揮され、優秀な成績を収められましたので、
これを表します。令和4年6月26日、失礼しました。令和4年6月12日、大口町長選挙まで。賞状最優秀一番員大口町消防団堀田俊信様、あなたは第36回大口町消防団小型ポンプ操法大会において日頃の演習の成果を遺憾なく発揮され優秀な成績を収められましたのでこれをお送りします。令和4年5月12日大口町消防団賞状最優秀2番員大口町消防団長谷川剛様、あなたは第36回大口町消防団小型ポンプ操法大会において日頃の練習の成果を遺憾なく発揮され優秀な成績を収められましたのでこれを贈呈します。令和4年6月12日大口町長鈴木まさる。賞状最優秀3番員大口町消防団渡辺大輔様、あなたは第36回大口町消防団小型ポンプ操法大会において日頃の練習の成果を遺憾なく発揮され優秀な成績を収められましたのでこれをお願いします。令和4年6月12日大口町長鈴木正郎、おめでとうございます。賞状最優秀新人賞大口町消防団水野幸太様、あなたは第36回大口町消防団小型ポンプ操法大会において日頃の練習の成果を遺憾なく発揮され優秀な成績を収められましたのでこれを贈ります。令和4年6月12日大口町長鈴木正郎、はい、おめでとう。続いて団長表彰を行います。名前を呼ばれた分団の指揮者は前に出てください。与野分団、
表彰、準優勝、大口町消防団、与野分団、キー分団は第36回大口町 消防団小型ポンプ操法大会において、プロの訓練の成果を遺憾なく発揮され、優秀な成績を収められましたので、これを称します。令和4年6月12日、大口町消防団長に参加します。続いて消防庁表彰を行います。名前を呼ばれた分団の指揮者は前に出てください。秋田分団、少将、担当省、大口町消防団秋田分団さ、キー分団は第36回大口町消防団小型ポンプ操法大会において日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮され、優秀な成績を収められましたので、これを称します。令和4年6月12日宮古広域事務組合消防本部消防庁遠藤でございます。おめでとうございます。大会長、公表。大変暑い中、皆さんご苦労様でございました。本当に素晴らしい演技を見せていただきました。特に下口分団の皆さんには優勝ということで、大変おめでとうございます。日頃の練習の成果がこういう場で出てくる。でもそこの中に緊張があり、またそしてリラックスがあり、それぞれ一人一人が持っている素晴らしい力を、無駄なく出していただいたものと今日は思っております。ぜひこれからもいろんな意味でこの大口町を皆さんの力で守っていただき、町民の安心安全、そして
大口町そのものの安心安全を皆さんにお守りいただきますことを心からお願いを申し上げ、簡単ではございますが、公表に変えさせていただきます。終わります。閉会の言葉以上をもちまして、第36回大口町消防団小型ポップ奏法大会を終了します。本日は大変お忙しい中ご出席いただきまして誠にありがとうございました。お帰りの際は交通事故に十分お気をつけください。以上です。お疲れ様でした。車両の方、資機材の撤収の方ちょっと混雑するので、最初に、一番、出場順番ね、1番と2番、5番と6番、と9番まず、車両の方片付けてください。でその他の方は本部の、撤収の方お手伝い願います。またタイミング見計らって残りの分断の、撤収の方また言いますのでよろしくお願いします。じゃあお願いします。処理っていうのぐらいない。え？処理が全部まずい。いや、やってまわなあかんでって。車に積んだよね、そういえば。増えたよ。まあね。